はい、トリッピーです。今日もスーパーマリオオデッセイの方をやっていきたいと思います。よっしゃ、ここら辺、ここら辺っすな。うわ、なんかすごいパソコンの中が見える。これアマゾンでこれあれだ、四角色の正方形の石を買ってる。これ特化だ。お、待って、めっちゃ触れる。なに、ここじゃん。おー、すげーすげーすげー、ここだ。おい、あら、ここ、はい、おい、待って、ちゃんと調べよう。ここら辺、あ、ここが一番強い。きたー、なにこれ。カフェの落とし物、すごいもん落としたな。よし、あそこのさ、あそこに見えてんだけどさ、あそこのお兄さん、あれね、駐車場が増えてんすよ。だからあそこにバイク乗っければいいのかな。行くぜ、おら、行けー、お、行ける、行ける、あ、やべ、視点切り替え、あー、行けない、うわ、行けた、危な。これいいんじゃないか、駐輪場始めました。じゃあちょっと駐輪場止めさせてもらいましょうか。あんね、毎回思うんだけどね、駐輪場ね、止める場所がおかしい。駐輪場作る場所がおかしいんですよ、あなた。ここにバイクを止めていただいたのはお客様が初めてですだろうな、本当に。やった、ゲット。大ジャンプ、屋上の駐輪場ということで、これで2個目だね。今後ともごひいきに。いえ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 、これからも使わせていただきます。おいおい、どけてくれ。何、話題の名作が上映されています。え、すげえ、めちゃくちゃ並んでる人が。俺も見たいんだけど。え、これ入って、これ何だったっけ、行ったっけ俺ここ。おお、すげえ。え、でも満席なんだけど、満席なんだけどって、待って、もしかしてこの土管に入れということは、上映はもしかしたら俺がするんじゃないのか。満席なら俺が主演になるんだよ。おー、すげえすげえ、クリボ来て。これもしかして懐かしの、あ、やべえ、恥ずかしい恥ずかしい、みんなに見られてるから。これあれじゃん、完全にここ隠しブロックあるやつ。あ、ここじゃないわ、この次だ。敵の配置まで同じだ。あ、違う、ちょっと違う、土管多かった、ここら辺。おー、あった、やった。じゃあとりあえず探しましょうか。すげえ、もうこれ親の顔よりも見たコースだよ。よっと、じゃあ上から行ってみようかな。上にムーンありそう。あったー、はい、とムーンゲット。おー、すげえ、拍手してくれるお客さんが、嬉しいね。で、はい、とこれこういうのを出してムーンが出てくることあんのかな。ないか、さすがに。どんどん行きましょうか。あ、なんかここちょっと違う気がする。こんなにあったっけ。よし、はい、3つ。見逃しそうでやだな。あ、4つ目。あ、待って、土管入らなきゃ。あ、違う、やべ、土管入ってねえわ。土管入らなきゃ。入った入った入った、あった、よかった、よーし、ゲット。飛んで潜って上映中。いいよ。おー、拍手、スタンディングオベーションさせようぜ。神プレイをして。そろそろゴールかな。これを取って、これ取っちゃって、最後ムーンある。あ、なんか違う。あ、やべ、うわうわうーわ、取れなかった。ここ秘密ブロック、おったー、やったー、予想が当たった。いけた、あ、よし、いけたー、クリアー。あ、しかもここそっちに出るんかい。オッケー、地下はいけないのかな。いけないっぽいね。はい、じゃあ帰りましょう。来たー、はい、上映終わりだよ、お前ら帰りな。はい、走って飛んで上映中、クリアですね。おお、なんかリズム天国であんなのあったよね。みんなで拍手するやつ、いいね、楽しかった。で、本題の地下室だよね。地下室じゃない、発電所、行け、ゴー。あ、結局ここまで来てしまった。お出口こちらです。お出口じゃないんだよな、俺がやりたいのは。あ、これはこんなあったっけ。なになになに、あ、なんかあるね。話聞く？つなぎ合わせれば完成ですが動きません。つなぎ合わせる？あー、そういうこと。了解了解。よし、これこっち側にこれがあるのね。ということは、あれに入れたいんだな。よし、もうここで考えて一発でいったらちょっとこれかっこよくない？
たー、勝ったー、これできたんじゃん。これで、こうして、こうすると、ほら入ったー。なんで入った、え、はぁ、おい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 、そこまで、そこまであんのか、きつ。何が違うの、反対向きってこと、え、これわかんねえ、むす。こうだ。これで、あ、いった、あ、いった、よっしゃー、おら、エネルギーを一個だけもらってくぞ、お前らのパワームーン、よし、ゲット、発電所でお手伝い、クリアですね、いいね、あ、やべ、正月越してしまった、お、なに、なにこいつ、待って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 、君どうしたの、あれ見つかったね、あ、またこのボタンまだあったんだ、これあげるからこのままそっとしておいてよ、あ、いいよ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 、都市の帽子で隠れる、あ、しかもこれが隠れんぼか、オッケー、やった、この人にくっついていて見て回ろうっと、すごい、完全にアッシーにされてんじゃん、アッシーって死語なのかなアッシーって今の人は分かんねえのかな、車を持ってたらね、なってしまう宿命だから、あ、あった、いた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 、こいつ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 、あれ絶対ムーンなんだよな、どのルート行くかちょっと確認しようぜ、確実にあいつを捕らえなければ、あ、来てるんちゃう、来てるんちゃう、来てる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 、ほっ、ほー、届かねえ、いや、まだ捕らえろ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 、まだわかんねえまだわかんねえ、ただ俺には高さが足りねえ、いや、タクシー、ヘイタクシー、どこだどこだどこ行った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 、このタクシーに回り込め、ま、回り込め回り込め、た、どこだ、あ、やべ、見失った、ルパーン、くそ、こっちのルート通るんだよあいつは、で、ここからさっきあそこら辺で俺は見失ったけど、この後どこに行くかちょっと追いかけよう、おーおーおー、上昇気流にしっかり乗って、うわ、やべ、まだ見失う、あ、オッケー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 、うわ、結構全部高みだ、攻めれるところねえぞこれ、待ち伏せ作戦は使えないかもしれないな、じゃあ一番可能性あるとしたらやっぱりあそこら辺だな、きた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 、さあ俺の方が高さがある、つまりそれがどういうことか、おっしゃー、きたぜ、さっきよりもさらに近く、こちらの方が俺はどれだ、俺は気づいてしまったんだよ、輝く鳥よ、ここだ、よっしゃ、来た、これがな一番近いと思います、ということでゲットだ、このままこれ、あ、あ、あ、よっと、このまま乗ってこれをゲット、よーし、都市の渡り鳥ゲットです、いいね、都市を旅するスフィンクイズ、マジでスフィンクイズいんの、あ、待って、あれか、よし、スフィンクイズちゃんがいるらしいので探しましょうか、あれだ、あ、違う、あれタクシーだ、スフィンクイズ、スフィンク、あった、お前だ、さあ、よし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 、これはいいね、スフィンクイズもね、やっぱ旅したい年頃だからね、あれどこに行く、あ、遠いか、いや近いな、オッケー、ということでこちらもゲットだ、よっと、年を旅するスフィンクイズね、ありがとう渡り鳥ちゃん、ヒント教えてくれて、他には路上でフェスティバル、待って、マジでフェスもう一回しないといけないってことかな、これ。よっと。あ、バッグ持ってくれてる。大切にしますね。いえいえいえ。俺、そういうの言われるのすごい好き。おい。フェスティバル。うわー、すげえ。みんな楽しそう。あ、この子もいいんじゃん。もう一度フェスティバルをやりますか？やりましょう。ねえな。逆さ。おでしなし。おでしなし。お！待って。土管がある。土管があるぞ、
ここか。でもどうすんだこれ。なんかあったっけこれ、いけるようなやつ。重力を反転させる何かスイッチがあるのか。それか。あー、あった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 。よし、いけー。そしておー、きたー。うえー、めっちゃ喜んでくれてる。完全に主人公俺じゃん。なんですか、路上でフェスティバル。あ、やっぱこれか。オデッシー、フナッシー、オッケー。これでもう、じゃあここフェスティバル終わりなのかな。せっかくなら最後までやろう。青コインあるかもしれないし。かわいい。よっと、いった。うわ、なんかかっこいい男姿が、後ろ姿がだな。ピエロを見て笑う、何、ピエロを見て笑いたいのです。この辺りにはいないと思いますけど。あなたはピエロではありませんね。会ってみたいものです。何、ピエロなら俺できるよ。こんにちは、ピエロだよ。あー、危ない、落ちるとこだった。ピエロを見て笑いたいのです。この辺りにはいないと思いますけど。ブ、その姿、あなたがピエロ。あはははは、なんて面白いだろう。クク、ありがとうございます。お礼にこちらを受け取ってください。フフ、めっちゃ積もるじゃんこいつ。イエーイ、トナピエロゲットです。よーし、やった。これで終わりかい。クククまだ笑います。めっちゃ積もるじゃんこいつ。実況向きだな。全然面白ない、全然面白ないことでも笑われるのはね、実況向きだから。釣られて笑っちゃうんだよね。よっと。はい、ここかな。ここか。皆さん、ここ、覚えておいてください。これ多分氷の国、水の国か。違う、湖の国だ。湖の国の、まあ、場所はわかるね。ここ引っ込めドロップだと思うから。まあ、先にこれやりましょうか。ちょっと、オデッセイ号。じゃあ、一回湖の国行きましょう。はい、ズキズキパクパク、ズキズキパクパク、ズキズキズキパク、バー。はい、オッケーです。おぉ、717。よーし、来た。ここだよね。ここの、ここら辺か？なんか若干左に映ってたから、ここら辺。震えたりはしないんだもんね、多分これ、ヒントだから。おぉ、来たー！カズーちゃん当たる戦法成功した！よーし。都市の国で見つけたお宝写真ゲットです。ここだね。はーい。じゃあ、これで戻りましょうか。あー。あとこれだ。縄跳びの名人。やるしかねということで、いやー、まあ、時間かかったところとかは関係なしに、カットですね。縄跳び達人の方、余裕でクリアしました。全然時間かからなかった。平気平気。ということで、じゃあ見てみましょうか。ですね。はいはいはい。ということで、今回は、ムーンの方はこれで、都市の国全部取れましたー。やったしちょっとあの、青コインの方がまだ見つけてないんで、それはね、またね、アミーボの方を使ってね、後日集めていきたいと思います。よーし、オッケー。何分経ったんだろう、果たして一体。わかんねえなー、時間的に。動画時間が何分経ったかわかんねえから、もうちょっとだけやりたいですね。せっかく、多分短いと思うんで、やりましょう。まあ、プレイ時間は長かったけどな。じゃあ次は雪の国、やっていきたいと思います。来た、雪の国パウダーボール。月の石はどこにあるんだろうな。ピエロが雪国に降り立ちましたが、ん？どこだ？あ、ここら辺だね。オッケー、行きましょう。ちゃっちゃちゃっちゃ見つけましょう。まあ、やっぱりさ、2周目って言ってもさ、あれだね、なんだかんだでさ、これ行けたっけ？なんか、あれか、魚キャプチャすればいいのか。なんだかんだでさ、1周目の時にすごい丁寧に探索してたから、あっという間に終わりますね。ほよっと、よっていー、はい、ドシコーン。あ、引っ込めドロップでも、しかも後ろになんか黒色の穴がありますよ。
たー。お、いきなり探索でき、いきなり探索ができる。楽しみ。お、え、なんだこれは。なんか見覚えがあるとこに繋がったか。ここは秘密のレース場。あ、マジで。トップレーサーばっかし。あ、青乳首、君か。じゃあちょっと秘密のレース場やりましょうか。レベル高いんじゃないの、もしかして。ようこそ秘密のレース場へ。ここは選ばれし者のみが出場を許された特別なレース場。やった。ロングコースでもチャンピオンの力が通用するといいですの。あ、そっか、俺チャンピオンか。商品はこのパワームーン。もちろん参加してくれますの。もちろんです。これ2回あんのかな。やべ、勝てねえ。マジかー、くっそー。はーい、ということでやっていきたいと思います。バウンドボールグランプリ、アイスバーサーゲットクラスイー。よし、負けねえ、絶対に負けねえぞ。2、1、スタート。さあ、しっかりと転がっていけ。よし、オッケー。あー、いきなりちょっと、いや、しかし出だしだけじゃねえ、出だしだけじゃねえんだ俺は。ここでこの転がる技はしっかりと子供の頃から学んできた。痛い。コース外に弾き飛ばされてしまった。これやべえな、俺下手くそだわ。あ、危ない。敵が今一体弾き飛んだな。ここどうなんだろう、普通に転がった方が早いのかな、どっちなんだろう。よしよしよし、最後このコーナーをしっかりと回ってこい、回ってく。よし、オッケー。で今3位か、あと前に2人。やべ、これきついな。クリアできねえかもしれねえ。クリアできねえっていうか、だってこれあれでしょ、マスターコースじゃなくてこれでしょ。ってことは俺どんだけ下手くそなんだという。あ、危ない危ない危ない、マスターコース絶対これクリアできねえだろ俺。よーし、いや、いけるいける、しかしいけるぞ。まだ3位、まだ捉えてるから。4位か、くそ、これクリアできるのか。果たして俺はこれをクリアできるのか。いけ、回れ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 、ゼンマイ。さあ、ラスト1周、ラスト1周、ここで2位は出てた。2位はどの上だ。いけるいけるいけるぞ、なぜかいけそう。しかも1位も見える、なぜか見えるぞ見えるぞ。よし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 、いけ、よし、これいけ、これが今のがいいわ、今の上手、今の上手。あ、やべやべやべ、ここで、しかし、いや、近い、いけ、ここ転がるぞ俺、転がれ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 、転がって転がって、ミラクル起こせ、ミラクル起こせ、最後のコーナー、最後のコーナー大事、大事、ここ、ここ、こう、よしよしよし、よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、いけ、あ、オープンね。あぶねえ。めっちゃギリギリなんだけど、めっちゃギリギリなんだけど勝った。笑うわ。よし、アイスバーンサーキットクラス A。 これさ、ついに歴代チャンピオンによる最速を決めるレースが開催できます。ほら、やっぱりマスターコースは無理だ。普通にムーンがあるぞい。あれを取ろう。お、なんだこれ。あ、なんだ、ここあれか。よし、オッケー。ゲット。一つ目ですね。凍てつく釣り堀の上に。凍てつく釣り堀の上にゲットして、オデッセイ号の近くに一個あるな。お、あった。オデッセイ号の近くというか、もう、オデッセイ号のところにあるんだけど、これはどうやって取れというのか。あれをキャプチャーして取れというのか。しかし俺は、そんな、ものには頼らない、高台の上で輝いてゲットですと。あそこにあるな、あれ取るか。君はキャプチャー。よーし、オッケー。うわ、ダメージ受けちゃった。でもさあ、これを潜って潜って潜って、寒いところにゲット、流氷スイミング、オッケー。俺昔ねスイミング通ってたんですよね。お、ダンジョンが増えている、ダンジョンが増えていますね。じゃあこれやりましょうか。はい、面白そう。帽子を預けると。じゃあ俺左行こう、左行って、あ、左も右も両方行ける。どっちだ。とりあえずこれは正面まっすぐ行けばいいのか。オッケー、取り逃しはないかな。おー、置いてかないで。あ、帽子戻ってきたよ。結構すぐ早く戻ってくるんだね。
ここにも投げて、ほいっと。これはなんかありそうっちゃありそうじゃけど、ないね、何も。ただ単純にジャンプしていけばいいのか。そんな簡単でいいのかい、ここのダンジョンは。あ、なんかあるよ。おらおらおら、お金、あ、やべやべやべ、お金に釣られてたら、お金に釣られていたら。あ、でも何もないか。おい、置いてかないでよ。ごめん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 。まだとりあえず今のところは多分見逃してないと思います。さあ行きましょう。俺左、悩んだら左だから基本的には。あ、違う。あ、待て待て待て、やべ、クソ、ミスった。うわー、最悪。さあ悩んだらね、右に行くことがいいかな俺は。なんか左も魅力的なんだけど、なんか左ってさ、なんかちょっと違う気がするんだよねと思ったら、右からも来るんかい。これはこういうことか。危な、なんかあったよ今。危ない、よし、オッケー。フラワーロードで振り返って、振り返ったはいいものの、振り返ったはいいものの、これはどうすればいいんだ。あそこに1個ラストあるね。これは順番に順番に巡って巡っていってさ、クリアすればいいってことで。あ、なるほど、フラワーロードはあれだね、エンドレスに続いていくわけね。やった。じゃあこれで、よっと、ここ行きの、これこっちに一回来るかと思いきや、来させないと。あ、これクリアしちゃうんちゃう？あ、やべえよ、来るよ。よっと、これこっちに曲がりの、こっちも行く。おっしゃー、来たー。クリア、置いてかないでよ。はい、オッケー。走って逃げてフラワーロード。楽しかった、今の。ただ最初に一回失敗してしまったのはちょっと悔しいな。戻りましょうか。青コインとかないよね。大丈夫？よし。おっと、なんか光っておるぞ。これなんだ？これあるんじゃない？ムーンちゃんゲット！氷の中から飛び出した。ありがとうございます。これでゲットか。奥とかにもあるんだな。あ、ノコノコレースあるじゃん。あれやりに行こうぜ。こんにちは。あ、君じゃない。なんだこれは。何？冷たい水でも平気な魚。不思議だ。もっと近くで見てみたいよ。仕方ねえなあ。持ってきてやろう。ノコノコレースの前に。さあ。今持っていこう。行くぜ。よっと。ほっほっ。そう。丘を越える。ぷくぷくの。ぷくぷく。やべ、ぷくぷく消えそうじゃん。やべやべ。うわ、消える。待って、これ消えるんか。どうすればいいんだ？持ってき方がポイントだな。行くぜ。1、2、3、4、5、6、7。待って、ここに水ある？あ、ここで一回休憩。なるほど。ここで休憩したら、あ、暴れた。よしよしよし。いけ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 。さあ、これは大丈夫でしょう。一回水で休憩していたから。はい、オッケー。冷たい水でも平気な魚。一度調べてみたいと思ったんだよ。好奇心旺盛。ただね、自分お化けだからね、自分が一番不思議な生物だから。自分を調べるのが一番いいと思うよ。雪国のぷくぷくに出会ったと。はい、クリア。さあ、じゃあ安定のノコノコレーシングしましょうか。さあ、今度こそ、やりますぜ。こんにちは。どこまででもかけっこしようぜ。やべ、めっちゃ吹雪じゃん。ノコノコレース。雪の国レギュラーカップ、どこ？おっと、オデッセイ号があったところかな。やべ、見えねえ。見えねえ。いやー、どうするこれ。魚いらね。死ぬんじゃないこれ、俺。大丈夫？よっと。で、どっちどっち？こっち、こっち。やべやべ、ミスったミスったミスった。あそこの釘抜こう。あそこの釘抜くのが早いんじゃないか。よっと、これだ。ほい。ゆーっと行って。なんかもういるぞ。なんかもういる。うわー。ただ、これ抜け。行け。よっと。さあ、いた。こいつ。こいつと一緒で。これ待つ、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 待つ。これ絶対待たない方が早い。が、しかし、待つんだ俺は。待って、勝つと。オッケー。どういう風に次のルートを決めるかがポイントですね。33秒09。はい、ありがとうございます。雪の国レギュラーカップクリア。さて、じゃあ安定のもう一回やりましょうか。ここが一番早いわ。ほらほらほら。
ここだったら信号待たなくて済むもん。お前ら。オッケー、これで行こう。2、1、ブーン。あのルートは、ブケブケお前だ。で、どっちだ。こっちだ。こっちからの、こっちなんだよ。こっちなんだ。あ、これだよ、これだよ。これだよ、これが強いんだよ。これだ、このルート最強説。このルート最強。このルート早すぎ。よーし。いいでしょう。まあ、ここのノコノコレス簡単だね。すごく早かったね。ありがとうございます。雪の国マスターカップ、クリアです。よーし。